バモスいいフットボールハれてやっですということで本日は調子のいい選手だけで試合をやっていこうと思いますルールとしてはエピックだったりビッグタイムそしてブースターの選手などなしで基本的にはやっていきたいと思いますライブアップデートが B 以上の選手を基本的に使って、まあ、輝かせていこうと普段使われてない選手、まあ、チアゴシューバーだったり それこそね、ワールドカップペーペーだったりとか、まあ、ここら辺を、ね、輝かせてやっていこうと思いますちなみにこのユーリ・ベルチーチェっていう選手はねえ左サイドバックの攻撃的なのでディフェンシブあ、ね、つけずに上げたりとかしてちょっと遊んでみようかなと思いますちなみにこのガルナーチョはスピード出発9999 99なのでここもちょっと左サイドは、まあ、かなり上げてって攻めてみようかなと思いますそれではねエンジョイイフットボールレッツゴーと皆さん 使ってますかと現役選手、まあ、最近はねレアオンだったりネイマールだったり、まあ、ここら辺がね B 固定できてるのでライブアップデート全く気にしてないって人、まあ、正直心の中でちょっと教師してほしいんですけどまあね自分も春でもそれに当てはまるので、まあ、ここら辺でねちょっと毎週ね、えー、ライブアップデートせっかく好みさんがね頑張ってやってくれてるので、まあ、ここはねちょっと使いながら、えー、楽しんでいこうかなと思いますで、ね、同じようにね、えー、こういうライブアップデートを、ね、使って楽しんでってね え欲しいなと思うのでまあこの動画でまあどういう選手が強いっていうのはちょっと今週ね紹介できればと思いますちなみにパヴァールは、えー、ガチスカに入ってもおかしくないぐらい強いのでここで対陣を見していきたいおっと行かれるチアゴシューバーマイナス見るコース入るペペあ <laughs> ペペ <laughs> ペペやったなペペ失点しかもこれディビジョンですからね ディビジョン一発取り、ちょっと勝ちたいね。はい、まあ、メンツが強くなくても勝てるよっていうのも証明していきたいみたいな企画にはなってるので、頑張っていきたいですね、はいチャンハノール。ここ、もしかしたらウィングにハードマークを入れてもいいかもしれない。 ガルナチョ左サイドからの攻撃を頑張っていきたい。前入れるか。お左サイドは速いぞ。ガルナチョチョン。チャルハノール。ナイス。やっぱこのガルナチョはかなりいいですね。そしてちょっとね、まあ、ここでお大ちさんのね、方、え、面、ー、を見たら、やはりウィングなので、まあ、クバロツリアのところは、まあ、かなり行かせちゃいけないなっていうので、ちょっとハードマークを入れて。 一旦様子を伺ってみようかなと思います。はい。まあ、これね、ウィングに入れると、まあ、結構、えー、止めてくれるので、個人的にはおすすめかなと思います。まあ、相手次第ですね。特にツートップ下とか置いてる人に対して、ハードマーク入れると、中が手薄になっちゃうことがあるんで、まあ、これはちょっと試しながらって感じですね。はい。チャルハノール、チャルハノーラはパスめちゃめちゃうまいので、現実でもとんでもないパスとしてたんで、じゃこの試合、期待したいですね。はい。レーピー まあ最近ね調子がちょっとずつ戻ってるんじゃないかとそう言われてるレビィですがええですね今週ちょっと活躍してほしいナイスはいシューキャンいけガラナチョああ惜しいもう、まあ、このスピード瞬発99なんで、まあ、ここはかなり生、ね、かしていきたいなと思ってますはいチャルハノール通るさあガラナチョガラナチョそう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 ,そうガラナチョ素晴らしいシューキャン止まる ずらす、ファールない取れ、取れ、そう。いや、レヴィの裏抜け神、惜しい。さあさあ、ここ、ここね、はい、パバル、いや、いいね。レヴィ、はい、はい、キープ、ファール、ファールないか、いや、惜しい。でもいいよ、レヴィの、やっぱ裏抜けの速さって、やっぱすごいっすね。なんか、ムバッペとかより全然、裏抜けは、すごいいい感じに感じる。<laughs> いい感じに感じる。 さあここ落とせるかをフレンキーフレンキーはねガチスカでもあの結構使ってたぐらい強いんでめちゃめちゃおすすめですねオフサイドないかなペーペーいいよちょっとさっきは失点に絡んでしまったがチャルハノールいけない頼しい牛丼牛丼牛丼いいねはい チャルハノール。そしてファーサイドのガルナチョウいいね。ガルナチョウいいな。めちゃめちゃいいぞ。スピードがやっぱあるから。ここかなりいいっすね。はい、チアゴシューバー。現実めちゃめちゃビルドアップうまいんでね。ここら辺も再現していきたい。そしてチャルハノール。ここですね、サイドバック上げてるんで、こう使いながら内側。チャルハノール立ていって、クロス。惜しい。めちゃめちゃ惜しい。 いや楽しいなやっぱライブアップデートっていいね B 固定でね彼らかなり課金してるんで、まあ、そういう選手を使うことがないんですけどやっぱり使うと楽しいさあレビーああ惜しいちょっとレビンのところはもう少し早めにボールを離してあげてもいいかもしれないですねはいここでフレンキー出るふりして出ない出るふりして出ないことで寄陣させるで前向きの守備でラインアップらしくでさっきね縦いかれてるんで縦いかれないように ナイスそうそうそうああファールかナイス取れる取れるかはいハードマーク入れてるから取れるあここねサイドにオブキル出す出すぎない中見る中見る中見る,中見る縦いかれないラインアップいいねチアゴシューバーチアゴシューバーいいぞそしてシューキャンチャラハンド触れる 行けそうはいファルきた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 チャルハノールのチャルハノールのお時間じゃないこれチャルハノールのお時間きたんじゃないデヨングじゃないチャルハノール90ぐらいあるんじゃないかなお92これはねチャンスですねさあアレリアのフリーキックの腕前はいかにいやー しあガラナチョガラナチョさあ、スピードを生かして、一旦逃げろ。ナイス。キュッと止まる。いいね。ここら辺のやっぱ、シューキャンのキレ、めちゃめちゃいいですね。なんか、ウィングとかで使うんだったら、まあ、かなりやれるのかなって思いますし、まあ、ちょっとシュートのところはね、どうしてもワンシュートがないので、期待はできないかもですが、ドリブルでこねて、 いくっていう使い方だったらいいかもしれないですね。集間で入ってって欲しいですね。ここもギュンドアンで横切りながらリターン切って。返させない、返させない。そうそう、そっから返させない。2、挟む。返させない。オッケー。ここステイ。ナイス、ギュ丼ギュドンナイス。レビィの裏抜けのタイミングめっちゃ早いな。いいかもしれん。そして、ロライバンドスキー。よし。決定力かなりね、高いんで、ここちょっと決めてほしいですが。 めちゃめちゃ裏抜けのタイミングやっぱレバンドスキーもしかしたらこういうところ入ってるんですかねってぐらいいいですねスピードはないんですけどやっぱタイミングが早いんで前に入って、まあ、ちょっとねフィジカルが高いんでそこを生かしていけるみたいないいですね特にこの丸パスでこうやってね当てるっていうのが最近結構トレンドなのでこれができるのはかなり高評価か,かもしれないですねここも丸パスで当ててってかワンパとかつけてもいい面白いかもねレビィちょっとねコネコネすんのは苦手なんで そこだけちょっとケアできれば、えー、結構いいいいんじゃないかなかとと思いますあちょっと後半ちょっとレバンドスキ疲れてるんでどうしようかなフォワード、えー、っとケインいきますかまあねブンデスリーガーでもかなり好調ですし、まあ、特にハレリアの育成だと、えー、決定力、えー、非常に高いですしスピードのとこ振ってるのはキック力を上げるために振って るので、まあ、ここフィジカルだったりねヘディングだったり、まあ、全体的にストライカー性能っていうのは高いので、まあ、サイドで起点作りつつ、うん、まあ内側のケインに、まあ、いい形で当てていければと思います行きましょう s <S はいいいですね、まあ、こういう本当にライブアップデートが楽しむ企画を今後もやっていきたいちょっと毎週本当にやる予定なんでちょっと皆さんもちょっと楽しみに今週の、ね、ライブアップデートみたいな。 楽しししみにしていいいと思いますはい、来たこれファーサイドフリーガルナッチョガルナッチョがやばいめちゃめちゃいいかもしれない、まあ、ウィングですけどしっかりと中入ってきて、まあ、ファーサイドから崩したかなと思いますおということでまさかのギブアップ勝ちということでライブアップデートね、まあ、今週 B 以上の選手で、まあ、スカッと組んだのでこちらね最後見ていきたいと思います まあ、エミマルキーパーですね。で、チアゴシューバー、えペペ、ババー、えー、ベルチーチェ、ユーリペルチーチェ、で、デヨング、B2B、えー、キュンドワン、えー、チャルハノール、えー、レバンドスキ、アルバレス、そしてガルナチョ。ガルナチョは今週週間でやってたんですけど、めちゃめちゃいいですね。これなんか うん、ワンシューとかスルーパーがあったら本当に全然スカットに入ってもおかしくないぐらいやっぱスピシュンが相当高いんで使用感としては、うん、かなり良かったですね高い最高っていうのも結構いいとこかなあとはねベンチにプライム・ディアスをね、えー、ちょっとストライカー性能で入れてます、まあ、決定力高めにして、まあ、パスもともとから高いんでドリブルとかに振ってる感じですねあとジョ,ジョルジーニョとかね使いたかったっすね、まあ、ちょっと 余裕があったらまたね試合やりたいと思うんですが、まあ、ディマリアワールドカップディマリアですねちょっと左から抜けてってのディマリアやりた,かやりたいですねとコバチッチ、まあ、ブルーノ・フェナンデスケインクビッチャ・クバラッツェリアジュード・ペリンガム、えー、エンゾ・フェルナンデスマクアリスターなんかここら辺ねちょっとアルゼンチン好きなんでアルゼンチンいっぱい入れてますがまあねアンカンとこだとゴレツカとか。 まあセンだとバストーニとか結構今週は、えー、結構いいんじゃないかなと思います。感じちょっとフォワードはね、まあ、そこまで多くはないんですけれども、まあ、中盤がね結構多めで、特にベリンガムとかはかなりワンシューとかあって。 ストライカー性のある方なんで、まあ、ここはねトップ下とか、まあ、それこそ、牛団の位置で使うのも全然いいと思うんで皆さん是非、ね、ぜひ試してほしいなと思います。まあ、アルバレスとかもね能力自体はそんなんなんですけどもやっぱスキルがかなり優秀なので、まあ、ここ補正されてかなり使いやすい選手なのでここら辺も今週は B 以上の選手とかでねスカップ組みたい人、まあ、特にそのビッグタイムエピックとかブースターとか。 そういうい選手じゃなくて現役の選手で俺は勝ちたいんだっていう人はねぜひこういうスカットでハリレンの参考にして遊んでみてほしいなと思いますということでチャンネル登録・高評価まだの方いましたらぜひよろしくお願いいたしますということでまた次の動画で会いましょうバモスイーフットボール <music> You hide your pain but I can see it at stone.